いや、ここまで話を聞いて、はい、ちょっとどうやって戦うんだろうっていう、うんうん、すごい興味が今ありますね。でしょ。はい。まあ、あの前回のお話をまとめると、ミノフスキー粒子というものがあり、長距離砲が撃てない。だから接近戦で勝負を決めるしかない。でも地球連邦軍は戦うことを考えていなかった。宇宙に放り出されたジオン軍は虎視眈々と戦おうとしていたため、そのミノフスキー粒子がある状態でどう戦うかってことを考えてきたわけですよ。でそのイコールモビルスーツというこの機体を生み出すことで接近戦でボコボコにしちゃえばいいじゃないかと。まあヤンキーですよね、言ったらね。もうヤンキーの発想ですよ。でもやっちゃえってことに、まあ、なるわけなんですけど、で今のところ連邦軍には撃つ手がないです。もう負けです、このままではっていうところから物語が始まるよ、というところで前回終わって、うん、でちょっと興味湧いてきたでしょ。いや、もう単純にどうやって戦うのかなって思いますね。そうなんですよ。僕の頭で考えれるのは、うん、とりあえず斧持って戦うぐらいですね。ま、敵20メートルぐらいあるんで、もうだから、まあ、ようちゃんがね、まあ、ようちゃん来るよ。斧持ってバーッって、足元映ってないけど、だからもうこう。こう。来るでしょ、斧持ってバーッって、お前なんかということは、逃げるしかない。今のところね、はい、逃げるしかない。で、アムロ・レイのお父さんですね。で、これ、まあ、名前も書いてあるんです。これ、後の地球のエース。うん、後の。でも、まだ存在してますよ、実は。で、こっちには赤い彗星のシャア、シャア・アズナブルがいて、パイロット育成のね、力めっちゃ入れてて、その中にエースってやつがいて、お父さんにテム・レイってお父さんがいて、科学者で。で、ついに、日本も、ジオン軍と戦えるモビルスーツを作りましたっていう状況になるわけですね。それがガンダム。ついにモビルスーツやっとできたよ、戦えるやつがっていうのがこのガンダムです。第1話でガンダムはもう袋とかかけられて、もうこう運ばれていく状態なんですよ、うんうん、あの車とかで大きい戦車じゃないけどなんかね、それでこうバーッと運ばれて、で、モビルスーツができたらしいから、破壊しようぜっていうところから始まるんですよ。唯一生まれた反撃の手立てが、もうこいつに壊されようとしていると。やばないと。これ、誰も触ったことも、見たこともないものなわけですよ。言ったら、戦国時代に、フェラーリがバンって置かれて、うん、運転してください。ああ、無理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 。無理でしょ。無理ですよ。っていう状況なんですよ。だからまだ乗り手も、だから誰も練習もしてない。乗り手もいないっていう、この起死回生の機体がバーって運ばれていく中で、壊そうぜってなって、壊そうとする。で、その街もね、要はこいつらが暴れ回るだけで、その街も危ないわけですよ。こいつらが襲ってきて、この20メートルぐらいのこのモビルスーツが。で、そこの時に、このアムロレイが、この付近に行くんですね。この後のエースになるアムロレイが、うん、で、こいつらが襲ってきて街も危ない。そしてこれが壊れたら反撃の手立てもなくなる。で、アムロはどうしたかって、アムロも、まあ、お父さんが科学者だし機械めちゃくちゃ強いんですよ、うん、で、アムロは乗るしかないってことになるんですよ。でもこれまた有名なセリフで こいつ動くぞっていうセリフがあるんですけど、うん、聞いたことある。乗るしかないってなって乗るんですね。で、これ機体の性能もむちゃくちゃすごくて、なんだこいつは、誰が運転してるんだってなって戦いになって、もうなんかちょっとしたことで倒せちゃうんですよ。機体の性能もすごかったし、そしてなぜか誰もまだパイロットの育成とかも始まってないけど、アムロは動かせてしまうんですよ、このガンダムを。で、これはまあ機械に詳しいから、メカニックに詳しいからと思われたんですけど、実は違うんですよ。このアムロレイがこのガンダムを動かせたことにはまた別の理由があるんですけど、それはまた後ほどということで、つまりこのアムロレイ、まだ確かね、この時ね、なぜ15歳とか、だからもうね、本当エヴァンゲリオンとかと設定ちょっと似てるんですけど、まあ中学生ぐらいの子がこれに乗って戦いを始めると。で、これに乗ってしまったことで、そしてこの戦いによって街が壊れちゃう。このね、核融合エンジンみたいなのが組み込まれてて、あのザクとかこういうモビルスーツって壊れるとき大爆発をしちゃうんですね。だからもう街も壊れたし、
ホワイトベースっていうその地球連邦軍の、機体があるんですけど、空母というか、まあ、大きい宇宙船があるんですけど、それにガンダムのパイロットとして巻き込まれていくんですね、アンドが。はいはい、柵にも人が乗ってるんですよね。みんな乗ってます。人が乗ってるのに、うん、死ぬ時は爆発っていう設定なんですか。これ機体自体が爆発するし、もう本当にあのちゃんと乗ってる人も死ぬっていう描写がしっかり出てます、これが すごいというか、その人間模様がちゃんとあるというか、例えばドラゴンクエストとかいわゆる勇者みたいなやつって、勇者として選ばれましたよみたいな、まあ、ロトの子孫とかねとかね、はい、あるでしょ。そのヨウちゃんが好きなドラゴンとかも、でそれで勇者なんだみたいな、で頑張ります。ドラゴンクエスト3で有名なね、私の可愛い勇者を置きなさい置きなさいっつって、16歳になってね、大人になってでお城に行って勇者として魔王を倒してきますみたいなことで旅立つみたいな。でもじゃ急にねモンスターと戦ってきてくれみたいなことを言われたりしたら、うん、ちょっと嫌だってやっぱなるのに、痛いし怖いし死ぬかもしれないし、訓練してないですか、ね、そもそも。そうなのよ。でさっきね、まあ、話したんですけど、ブッダに二度もぶった、親父にもぶたれたことないのにっていうセリフあるんですけど、アムロは今の時代はエースでも何でもないし、たまたまガンダムに乗ってたまたま操縦できただけの男の子なんですけど、戦えるやつがいないから、そしてガンダムに乗れたから、動かせたからってことで、このジオンと地球連邦の戦争に巻き込まれていくんですよ。で、戦えって言われるんですよ。お前しかガンダム乗れないから戦えって言われるって。だから、もう嫌なんですよね。じゃあ、はい、わかりました。地球のために頑張りますは、すごくよくできた、もう勇者の子で、ごく普通の男の子だから嫌だ。戦いたくないって言って、途中で逃げたりとか。だから見る人によっては最初めちゃくちゃイライラするかもしれない。そういう気持ちのいいものだから、そういうとこもエヴァンゲリオン結構踏襲してて、まあ、もう早く行けよみたいな。そうそうそう、でお前もうやるんだみたいなやれよってなるけど、いやよくよく考えたらめちゃくちゃ怖いことで、一歩間違えばこいつも爆発して死んじゃうから、ダメージ受けたらっていう、アムロ・レイ、こいつがでもこのガンダム唯一ね戦える機体、このガンダムに乗って、戦うってことになるわけで、あとこのエースとぶつかるわけですよね、シャア・アズナブルと。赤い彗星と呼ばれているシャア・アズナブルで、そこでこうまたねいろいろドラマが生まれてくるという。でこのアムロ自体の成長もこのガンダムの魅力の一つなんですよ。戦いたくない、本当は戦いたくないし、自分しか乗る人がいないから仕方なく乗ってるんでしょうとか、仕方なく僕を雇ってるんでしょとか、どうせ僕が乗ればいいんでしょみたいなことも言うわけですよ。結構なんか今風の若者ですね。そうでもなんか本当に等身大の男なんで、ただこの子がやっぱいろんな成長を遂げていくところと、この子が必死にこのシャーズナブルと戦って食らいついていくところとかが、まあ、結構見どころのまた一つでもあるという。で今のところこのガンダムの性能がめちゃくちゃいいってことになってて、でも1機しかない、でザクがいるってことになって、地球連邦軍もですね、頑張れる機体作ろうよと。これジム、これ実はこのガンダムと性能をほぼ互角、もしくは上ぐらいの話なんですけど、このザクに勝てないですね。ザクって言ったら本当に名前の文字入りでザコみたいな、ザコキャラみたいな、モブキャラみたいな意味で作られてますね、だからもう本当にこう漫画の話いっぱいするとね、こんなするけど、北斗の拳のヒャーハー、あーザコキャラ、そう出てくるモヒカン の、はい、でもあのモヒカンも筋肉めっちゃあるじゃないですか。あ、確かに確かに。だからもうジム、このジムってやつはもう言ったらマジで事務職員みたいな、あれずっと勉強してきましたみたいなもうずっと勉強してきてデスクワークですみたいなやつはやっぱザコとはいえヤンキーには勝てないわけですよ。ボコボコされちゃうわけよ、性能がいいのに。まあというのも、前回か前々回にお話しした背景に問題がありまして、機体は性能はいい、だけどパイロットが育ってないんですよ。こっちはジオン軍は戦うためにモビルスーツの準備をめちゃくちゃ重ねてきてるから、多少機体が悪くてもパイロットの差でちょっと負けちゃっててやられちゃう。でもアムロだけは負けない、シャアにも負けなかった。まあ最初はちょっとね、押されてる時あるんですけど、まあメキメキとパイロットとしての能力を表していって、アムロは
このガンダムに乗っていることから白い悪魔って呼ばれたりするようになるんですよ。白い悪魔と赤い彗星が戦う話なんですね。はいはい。白い悪魔って、うん、悪魔ってなんでなんですか。